かけてあげて。あんたの気持ち？
かりに悪いじゃない。私はあんたのこと嫌いよ。私、あかりに頑張れって言ったのよ。それが嘘になるじゃない。ついてないってば。私だって最近気づいたのよ。その人のこと好きなんじゃないかって。あかりに言ったら、あかり払って譲ってくれるよ、きっと。私そんなあかりの笑顔見たくないから。じゃあバレなきゃいいんでしょ。両思いだったからって明日から急に手つないで歩くわけ？私思うに何にも変わらないんじゃない？早い話、今まで通りでいいんでしょ？それなら。それなら私、その人と付き合ってもいいかな。私たち4人が今まで通りじゃなくなるってことなの。あ、でもね、誰かが誰かのことを好きになって壊れてしまうって意味じゃなくて、ずーっと平和なままでもいつかは変わってしまうんじゃないかって。そんなの100も承知よ。でもさ、変わるのが嫌なこともあるじゃない。ねえ、私たちって卒業してからもずっと一緒かな。バカ、のぼせないでよ。あかりとまさしも。進学にしろ就職にしろ、みんなで同じ学校や職場ってわけにもいかないわね。そりゃそうなんだけどさ、なんかそれはそれで別の人生歩んじゃってるなって感じしない？そうなったら寂しいなって。
と喋っちゃったわ。あんたにはついこんなこと話しちゃうのよね。バカ、つまんないこと言わないでよ。私、帰るからね。何よ。言わなくても分かってるじゃない。あんたこそ言いなさいよ。お前を見てるだけじゃ分かんないわよ。ご冗談を。あんたから言って。素直じゃないのはあんたでしょ。だからもっとはっきり言いなさいよ。あんたが言えば終わるのよ。そうならこっちだって。あたしもあんたが
仕事よ仕事。ジャーナリスト、まあ報道関係ね。よくわかってるじゃない。有名人のスキャンダルって世界共通語ね。どこの国の人も知りたがるわ。まあね、最初の1年くらいはまともに会話できなかったけど、周りに英語しかなかったら必死になるもんよ、人間って。向こうじゃ無茶するほど評価されるからね。ちゃんって名前は西でも東でもちっとも知れてるわよ。その方が覚えやすいしね。それがさ、こっちで仕事やってみろって言われちゃってね。私はちょっと乗り気じゃなかったんだけど。私が逃げる芸能人を追って派手なカーチェイスを始めました。途中何台かの車にぶつけちゃいながらもスクープをゲットしました。そう、アメリカじゃ車ぶつけられてもしほちゃんの活躍が見れればそれでオッケーってノリがあるのよ。日本でそんなことしちゃったら一大事よ。日本のパパラッチ、街中で暴走運転とか、こっちがスクープにされちゃうわよ。まあ、追いかけるのは楽しいけど、それに、日本じゃ派手に逃げるやつもいないでしょ。だいたいそんなところね。
ってるじゃないの。あの頃あたしずっとみんな一緒でいたいって言ってたの覚えてる？考え直したのよ。あたしいつかはどうせ別れるんなら自分から別れちゃおうってね。バカね、自分だけの判断でやるから意味があったのよ。でも他にもう一つ理由があったのよ。あんた、あかりとうまくやってる？嘘おっしゃい。それなりに進展はあったでしょうが。よしよし、とりあえず私の裏切りはチャラになるわね。言ったでしょ、あかりを裏切れないって。高校時代あんたとの一線を越えなかったのは私なりの義理だったのよ。その義理を今なら果たせたんじゃないかってね。バカね、私たちもうガキじゃないのよ。義理で好きな人を譲るなんてね、ただの偽善よ。そんなんで自分はいいやつだなんて思ってた私ってつくづくガキね。あかりとは親友だけど、今日からは恋がたき。容赦しないわよ。ほいさ、到着。思ったより変わってないわね。なんか卒業していろいろあったからもう10年くらい経ったような気がしてたわ。10年後あたしたちどうなってるかしら。昨日のことみたいに思い出せるけど、私たちの高校時代ってその頃には多分セピア色に変わっちゃってるかもね。できれば色なんて変わんないでいつまでも覚えていたいわね。楽しいじゃない。山ほど思い出引きずってこの先生きていくのよ。おやつたっぷりの遠足みたいなもんよ。歩いて見せるわよ。でも重くなったらあんたも少し持ってね。桜の花が咲き乱れ。覚えてる？黄昏時の景
Thank you.